えるから。これどういうことなんですかね。なんかか。あ、石川橋公石川橋公セキュリティが反応した。さっきこれ十何人だったそうだよ。はい、というわけで岡山駅前シリーズ、今日はね、あの下石井公園に来てますね。岡山駅からだいたい歩いて5分ぐらいの、距離にある場所です。イルミネーションがね、綺麗になってますね。源吉兆庵だったかな、ここは。いや、でもちょっと夜は寒いですね。ちょっとこれがすごい綺麗やなと思って、ちょっと写真撮りたかった場所でもあるんですけど、その先にパトカーが1台、止まってます。なんか変な感じですけど、これが結構ね、あのインスタ映えするということで、すごい綺麗ですね。写真撮ってる方もおられます。中入れるんですね。入れないか。酔っ払いの方が結構おられる感じで、ね、大丈夫かな。はい、で、なんでパトカーが、止まってるのかということで、ちょっと見に行ってきましょうか。なんか人がいてますね。ちょっとこっち登って、前もね、ここパトカー止まっててね、なんか違法駐車みたいなんで、なんかチェックしてたんですけど、毎回なんか同じ車が止まってるような、前も止まってました、同じ。ちなみに時刻はね、23時16分でございます、終電まであと1時間ぐらい、そんな時間を歩いてます。で、岡山駅前はね、居酒屋さんもだいたい12時ぐらいには閉まります、これはあの終電に合わせてね、閉まるんですけども、終電過ぎたらもうほとんど街には人いません。ちょっと飲み屋街の方に歩いていきましょう。
これも終電徐々に近くなってきたんで、ね、駅に向かって帰る方も結構いますね。ここから本町の飲み屋街になります。モーニング食べ放題。じゃないやっぱこの鳥多いですね。こう見るとね、先週より多いですね。本当に2倍以上。まあ、今日はね、なんかむちゃくちゃな事件はなかったんですけどね、まあ、前々回ぐらいその
まあ、刺されたとかいう話が、ね、あったんですけど、まあ、なんか外国の方となんか日本の方が喧嘩をしてみたいな感じで逃走した、外国の方が逃走したっていう、ね、話をちょっと聞いたんですけど、定かではないんですけど、まあ、この辺の周りではなんかそういう話を聞きました、はい、ということでちょっとねまたあと5分ぐらいの撮影で終わろうかなと思います。まあ、駅前はこんな感じで飲み屋街のちょっとやっぱ人が増えてきたかなと思いますね。まあ、街がちょっと賑やかになって戻ってきたみたいな感じでしょうか。どこの通りもやっぱ多いとこ多いですね。あの飲食店がある場所は多かったりしますね。やっぱ結構人多すぎると逆になんかそういう犯罪とかもなくなるのかな。中途半端な感じなのが多分一番危ないのかなと思いますね。はい、というわけでもう今日こんな感じで帰ろうかなと思います。ありがとうございました。すごいな、皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏番スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。